そうですね、まあ、測定とあのゲームでしたけど、あのワールドカップに向けての初日ということで、まあ、前向きにみんなで取り組めたかなと思います。そうですね、まあ、キャプテンとしてというよりはあのチームの一員として、ワールドカップ連覇を目指すチームとして本当に、限られた活動期間の中で無駄にできる時間は1秒もないというふうに思っているので、とにかくいろいろなコミュニケーションであったり、自分たちの振り返りであったり使える時間を全て、フルに使ってワールドカップ連覇に向けていい準備をしたいなというふうに思っています。そうですね、もうワールドカップ2011年のが終わった段階で、すでに追われる立場っていうふうには考えていたので、自分たちにまだまだ世界一というような実感であったり確信というものはまだありませんが、確実に世界一というのはついて回ってきていたので、今年になって新しく何かをっていうわけではなくて、その時から準備をしているつもりではいます。あまり活動期間がワールドカップまでないので、とにかく、チームメイトとどういったプレーが一緒にできるのか、もう合わせているとか余裕を持って言っている時間すらないので、とにかくトライを重ねていきたいというふうに思っています。まあ、もちろん大会に出場する以上はとにかく優勝を目標にしていますし、先ほども言ったように試合の中でも練習の中でも1秒も無駄にできる時間がないというふうに思っているので、とにかく自分たちが今どこにいて、どういったサッカーができるのか、またどういうことをこれからワールドカップまでにしていかなければいけないのか、きちんと見つけて、そういった充実した大会にしたいというふうには思っています。